アエガテス諸島沖の海戦は、シチリア島西方のアエガテス諸島付近で、紀元前241年3月10日に、発生したカルタゴとローマの海戦である。第一次ポエに戦争最後の海戦であり、ローマが決定的勝利を収めたことにより、長期間続いていた戦争が終結した。アエガテス諸島沖の海戦に使用されたカルタゴ軍が冷戦の昇格。 V 型の傷は、ローマ軍が冷戦と正面から衝突したためについたものである、アエガテス諸島沖の海戦前の数年間は、第一次ポエニ戦争の中でも、比較的平穏な期間であった。紀元前249年のドレバナ沖の海戦での敗北とそれに続く海難事故での損失により、戦争初期から有していた艦船のほとんどを失ったため、ローマには、 艦隊が不足していた。しかし、カルタゴは、この有利な状況を利用しようとはしなかった。戦争は、膠着状態にあり、シチリア島での小規模な戦闘が行われているだけで、あった。カルタゴのハミルカルバルカ将軍は徐々に、陸地での優位を築きつつあったが、おそらくはそれに対応するため、ローマは艦隊を再建し海上での優位性を、取り戻すことを決定した。 この決意にもかかわらず、実際には20年間の戦争のために、ローマの状況は悲劇的で国庫は空であった。これを救ったのは、ローマ人の精神であった。裕福な市民たちは、愛国心を発揮して、個人の時もあり何人かで共同した時もあったが、それぞれが軍艦1隻分の献刊費用を寄付した。こうして、国費の支出なしに、約200隻の5段階線が建造。 偽装され、乗員も準備された。艦隊は、紀元前242年に完成し、失勢艦、ガイウスルタキウスカトルスが、司令官となり、法務艦、クイントスワレリウスファルトが副司令官となった。過去の海戦での経験から、ローマの軍艦が悪天候にも対応できるよう、より頑丈に作られ、初期の海戦で、ローマに勝利をもたらした、雪原戦闘用のカラス装置は、 その重量のために相艦が困難になることから装備されなかった。また、カトゥルスとファルトは安全な海域で乗員を徹底的に訓練した。このため海戦時には艦隊の能力、連度は最高となっていた。一方のカルタゴもローマの動きを黙って見ていたわけではない。およそ250隻からなるカルタゴの海軍が再建され反応が 司令官となったが、上院の数は、不足していた。カトゥルスは、シチリア西側の港湾都市であるリルバイウムとドレバナの、後為戦を再開し、同時に、会場封鎖を行った。これは、シチリアのバルカ将軍に対するカルタゴからの補給と、連絡を立つためのものであった。その年の残りの期間、カトゥルスは、カルタゴの動きを待っていた。よく紀元前241年に、 元老院はカトゥルスをプロコンスルに任命して引き続き軍の指揮を取らせた。カルタゴ海軍は海上封鎖を破るために出撃したが、ビルバイウムに向かのに好都合な風を待つために、藩ノはアイガテス諸島に艦隊を待機させた。しかし、このカルタゴ艦隊の動きはローマに察知され、カトゥルスは封鎖を解いて決戦に向かった。3月10日、早朝。 カルタゴ艦隊に有利な風となったために、ハンノは直ちに出撃を命じた。カトゥルスは風に向かって攻撃することの不利と、反応をシチリアに到着させ、ハミルカル将軍を救援させ、リルバイムが解放されることのリスクを計りにかけた。状況は必ずしも有利ではなかったが、カトゥルスはカルタゴ艦隊阻止のために、ローマ艦隊に出撃を命じた。出撃前にますと、 不要な物品を下ろし、好天時の大破性を向上させていた。カプルス自身は怪我のため戦闘に参加することができず、海戦での指揮は副司令官であるファルトが取ることとなった。必要なものだけで回戦に臨んだローマ館は機動性に優れ、他方カルタゴ館は人員、装備、食料品で重量がかさんでいた。また、カルタゴの上院は、 厳しい徴兵で集められており、経験も不足していた。ローマ艦はその機動性を利用して、すぐに紙手を取り、敵艦に対して昇格攻撃を実施した。約半数のカルタゴ艦が沈没するか露獲された。残り半数が無事だったのは、途中で風向きが変わり、ローマ艦隊から逃走できたためであった。この海戦で沈んだ何隻かのローマ艦、カルタゴ艦の昇格、 積み荷のアンォラ、ヘルメットなどが発見されている。トレアルジェンティーナ広場のユートゥルナ神殿の遺跡海戦での決定的な勝利の後も、カトゥルスは、ハミルカルとその陸軍が守備するリルバイム、エリクス及びドレパナに対する攻撃を継続した。カルタゴ議会は艦隊を再建する負担を考えて、戦争を継続するのに、消極的となった。議会はハミルカルに対し、 ローマと講和交渉を開始することを命じ、副司令官のゲスコが派遣された。講和条件はカルタゴに不利なものであったが、これで第一次ポエニ戦争は終結した。この勝利を記念して、カトゥルスはカンプスマルティウスにユーテルナ神殿を建設した。ありがとうございます。